ライガークライム。はーい、あーやばい、あーライクロ最強。1対3000。さあ、ライクロ最強。待たせたの、カミュ。怪我もなさそうで何よりじゃ。魔物たちは倒したから安心して。一緒に帰りましょう。神父様も心配されてるわ。うん。様子が変だな。もしや魔物どもに何かされたのか。嫌なこと吹き込まれたとかな。俺は、ここで。ああ、そうだ。あいつを、あそこに。行かなきゃ。どうしちゃったのかしら。ひとまず、カミちゃんの後を追いましょう。行きますか。いやそういやね、季節は夏ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。もうあれなんじゃない？7月も後半だから小学生とか夏休み入ってるだろうね。うお、 BGM 変わった。何の BGM だこれ。あ、かわいい。スノーベビーだっけ。びっくりした。女トラップじゃねえかこれ。ちょ、名前忘れた、思い出そう。スノーベビー、合ってた。うん。いやー、全然自信ないけど。はい、じゃあ逃げます。逃げます。はーい。かわいい。絶妙にかわいいキャラ描くのうまいよな。鳥山先生。さあ、なんかちょっと重くね？なんでだろう？やっぱパソコンがオンボロじゃけえか。そう、いろいろ置いてますね。黄金の、何ですかこれ。夜間っていうとこう、安っぽい言い方になるけど。なんていうのこれ。お湯注ぎ器みたいな。ホット、ティーセットのあれ。いや、カミュ。俺はここで、頭が。ムー、どうしたのじゃ。どうしたと言うんじゃ。カミュの様子、ただごとではないぞ。かつてこの場所で何かあったというのか。この部屋に手がかりが残されているかもしれん。しもよく調べてみるのじゃ。の、まあ、ノータイムこれだろうな。さ、手かざしましょうか。いやー、大変そう。おい、こら、カミュー！一丁前にサボってんじゃねえぞ！それは論外だわ。生意気な態度は、10年前雪の中で震えてたガキ2匹を今日まで面倒見てやってる恩を忘れたか。分かってるよ、あんたらには感謝してる。マナー的にあんたらって言っちゃダメらしい。あ、そのなんていうの、もちろんさ、上司とかに言うのはあれだけど、その人侠者的なさ、そういう方々が言うのもダメらしい。また怒鳴られてやがんの。要領悪いよな、兄貴は。だから龍が如くとかでさ、別芸の話になっちゃう、ごめんね。ちょっと龍が如くとかで主人公が敵キャラにあんたとか言うのも本来はダメみたいな。兄貴の気持ちはわかるけどな。なんかやってた、特番で。特番じゃないけど、なんか YouTube の企画かなんかで。ああ、かわいい。まあ、いや、かわいい。そんなビビるなよ。まあ、あんま、あれだけど。それより恋愛的な感情のかわいいではないけど。応援くらいはしててやるからさ。こら。いや、少しは手伝えよ。結局、兄弟だろうな。似てるもん。せいでキレられてんだぞ。いっし、やだ。くそ、しくじった。
ったく、マヤ、お前のせいだからな。うるさいな。そんなこと言ってると、いつか俺が大金持ちになっても、兄貴には分けてやんないぞ。またその話かよ。だけど、そうだな。いつか俺たちで、どでかいお宝を手に入れてやろうぜ。そいつで、こんなろくでもない毎日とはおさらばだ。世界中のお宝を手に入れて、俺は大金持ちになるんだ。ああ。まずは今日の飯が問題だな。うん、翼があれば今すぐどこにだって飛んでいけるんだけどな。くったらない。兄貴はバカだな。それよりさ、こいつ焼いたらうまいんじゃないかな。いやー、かわいそう。まあ、いや、神父殿が言っていた通りじゃな。神は妹と一緒にバイキングの手下として、バイキングの手下として苦しい生活を続けておったようじゃ。妹の名前はマヤと言っておったか。神と彼女はこの風穴の中で暮らしておったようじゃが。ふうもしもよ。再び大事なのに調べてみるのじゃ。神はかかってかいとかってかい。いやー、まあ、風通し良すぎてな。あれだな。こんな極寒の地とかじゃ。これやばいでしょ、これ。せめて屋根があるとこで暮らせよって思うんだけど。だってね、こう、多分寝床もここだろ?まあ、かろうじて、その床一枚挟んでるから、と、何?底冷え的なのはしないんだろうけど、底冷えでいいんだっけか。まあ、はい。録画時間もあれだがやる!4 本撮るぞ、4本。1個10分で。兄貴、もう兄貴、これって今日の後悔でたまたま見つけたんだ。ツンデレかよお前。今日はお前の誕生日だからな。そのプレゼントというか、おめでとう、マヤ。はあ、何このしょぼい首飾り。ひどっ。兄貴さ、俺の誕生日を祝うならもうちょっと頑張れよ。そうそう、こないだ噂で聞いたレッドオーブってのが欲しいな。デルカダール王国に伝わる秘宝なんだってさ。その首飾りには疑惑があってな。身につけた人間に次から次へと金銀財宝をもたらすんだとよ。嘘くさい話だが、お前みたいな欲張りにはお似合いだろ。だから今はそれで我慢を。お前どうしたんだそれ。兄貴、これ、俺、どうかを磨こうと触ったら。てか、俺っ子じゃん。あまり調子乗るとな、罰当たるで。